それではね、毎年質問を受けるね、生物の勉強の仕方もね、ここでちょっと動画にしてしまいますね。一つのね、説だと思ってね、個人の、一教員のね、ただの、個人的な、考えだと思って、まあちょっとね、聞いてください。もちろん、ね、こういう勉強の方法とか、そういったことにね、再現性は取れないし、ね、厳密な意味でこれはね、サイエンスではないから、ね、一つのね、感想だと思ってください。では、まず、教科書資料集ね、あれば、もしくは参考書などで、ね、まずは理解してみるね。だけどこの理解 20% ぐらいで大丈夫ですね。大丈夫ですね。なんとなく簡単に理解してみるね。本当はこれ10週20週ね、ちゃんとやらなきゃこれだんだん上がっていかないんだけどね、まずはね 20% ぐらいの理解で大丈夫ね。だって一応おすすめはね、本当これもうむちゃくちゃに繰り返さないとなかなかね、理解度上がっていかないんだけど、裏技が2個あって、その裏技の1個は説明すること、ね、誰かに説明すること。まあ、こういうね、状況だとね、なんかね、直接会って、ね、はできないけども、まあ、友達に、ね、電話とか LINE で説明してみたりね、別に、誰かにね、説明するって言ったって、友達じゃなくたっていいんだよ。ね、飼ってる犬にね、説明してみたり、あとはね、壁に説明してみたりね。転写っていうのはね、ね、RNA ポリメラーゼがね、とかね、刷り込みっていうのはさーってね、壁に向かって説明してもいいんだよ。大事なのは、あなたの頭の中でね、事象をこう、論理的に組み合わせて、明確な生物用語を使って文章が作れるかっていうチャレンジだから、いろんな人にね、説明するとね、いいです。これ、かなりね、頭に、入るし、理解早くなります。あとは質問してみるね。ネットより本って書いたけどね、別に人、もちろん感染対策してちゃんと先生にね、質問することとっても大事だし、あとは、まあ、ネットでね、検索して出てくるようなことはね、別にそんなことはどうでもいいんだけど、本、もうネットに出てこないようなことはね、まあ、本読まなきゃね、なかなか出てきません。ね、本に質問してもいいんだよ。ね、本に質問してもいいの。この自然科学系はもう完全に、まあ、ネットで論文読める人はいいんだけど、完全にネットより本ですから、知識が蓄えられているのはね、本に質問してもいいんですね。で、まあね、こんな裏技を、ね、やりながら、ね、そうだよね。だって、俺だって高校生の頃に先生に質問したこととか、あと、友達に説明したこととか、めちゃめちゃ今頭に残ってる。これってみんなも経験あるでしょ？ね、とっても、おすすめな方法です。ね。で、20% ぐらい理解したら、もうすぐにね、穴埋め問題ね、そして基本的な考察問題に移ります。これはね、早く、一回一回ちゃんと教科書とか資料書に立ち返ってねって意味で、ね、双方向の矢印になってます。穴埋め問題とか、基本的な考察問題とかね、もうね、辛いんですよ。僕、生物だけは高校時代ね、得意だったけど、生物の問題って辛いんですよ。教科書、授業楽しいし、教科書、資料集超楽しいんだけど、問題解けないんですよ。問題難しくて、辛くて、で、独特の言い回しとかね、何これ、何その見方みたいな見方があるんで、もう辛い。だから、初めはね、答え見ていいです。ね、初めは答え見ていい。答え見ながらでもいいですね。なんでかっていうと、もちろん、穴埋めとか、基本問題って、どんだけ理解したかっていう、もちろんアウトプットのね、側面ももちろんあるんだよ。だけど、どっちかっていうと、よし、教科書だぞ、ね、100個中何個穴埋めできるか、チャレンジだってよりは、これ、丸一番、ね、例えば、穴埋め問題は、どこが穴埋めになり得るか、ね、どこが穴埋めになり得るかの確認。例えば、シャルガフの規則だったら、シャルガフが穴埋めになるけど、規則は穴埋めにならないよね、基本的にね。とか、3個のヌクレオチド配列をコドンとして、あ、この3っていう数字、実は生物学的にとっても大事なんだな、穴埋めになるんだなっていうね、どこが穴埋めになり得るかっていうものの確認になるんで、そういった側面も実は穴埋めにはあるんです。とか、この基本的な考察問題は、これ、カッコ見かけって書いてあるけど、でっか、何か、この考察にカッコしてあるけど、これって、これもね、ちゃんと教科書を埋めましたってよりは、どういう問題があるのかな、これ、半分、一問一答なんですよ。これ、考察問題の化けの皮をかぶった穴埋め問題と同じなんですよ。例えば、この丸2番これ見て、よし、教科書読んだぞ、ね、完璧だと思って、よし、基本問題1番だ、ね、大体穴埋め問題のツリーに載ってるね、基本問題1番だ、ね、見てみる、これ。はい、カルビン・ベンソン回路を考えましょう、ね、明るい環境から突如暗い環境に、ね、なりました、ね、そしたら細胞内に、ね、蓄積する物質と、ね、減る物質が、ね、ありました、ね、はい、
増えた物質は何ですか、減った物質は何ですか、ね、RABP と CTGA から選んでください、ね、でそこで、ね、あの思うわけ、あ、これあのダメだ、才能ないわって思うわけあれ、あんなに教科書読んだのにわけわからん、ね、これ才能ないわって思うわけ、それあなたの才能がないんじゃないの、それね、解けるわけないの、あ、まあもちろんね、いやこれ教科書ちゃんと読めば簡単だよって人はもうね、こんな動画見る、こんな動画見る必要ないのね。だけどあんなに教科書読んだのにわかんないで、ね、生物選んだの間違いだったって思わないでほしいの、俺だって解けないよこんなの初見で見たら。もちろんね、明るいところから急に暗いところに移したってことはカルヴィン・ベンソン回路を考えたときに RUBP から PGA に移るステップはね、 CO2 の吸収が起こって、そしてこの PGA からね、 RUBP が再生するステップには光を使って作られる ATP とか NADPH が関わる。光が止まればこの ATP や NADPH の供給が止まり、この PGA から RUBP へ進むステップが止まり、そうするとね、通行止めが起こる直前に渋滞ができる、ね、通行止めが起こる直前に渋滞ができる、 PGA の渋滞が起こるな、蓄積するのは PGA だって言って蓄積する、ね、増えていくのは PGA だ、減っていくのは RUBP だって分かる、分かるけども、これを初見で思いつけって無理でしょ、無理だと思うよ。だからだけどこれさ、無理って思っても3週やってごらん、4週やってごらん、5回やってごらん、6回ね、同じ問題が定期テストに出たら解けるよ、そういうことなんですよ。これもそうよ、細胞周期24時間でした、200観察した細胞中、細胞240個中10個が M 期でした、 M 期の長さは何時間でしょうかね、細胞周期全体のうちのその時期の時間の割合は観察した全細胞の中のその時期の個数だね、細胞周期全体の時間分のその時期の長さは観察された全細胞数分のその時期の個数、観察されたその時期の個数、今回で言うと24時間分の X 時間、何時間だろうな、 M 期は240個中 M 期は10個、この分数の分数がイコールで結ばれて M 期の長さは1時間と分かるわけ。でもこれって教科書読んで、まあ、最近は教科書に載ってるけどね、教科書を読んで、資料集読んで、なかなか思いつかないよね。定期テスト当日、ね、これをね、自分で、多分これは同調分裂してないっていうふうに考えるんだな。そして待てよ、いや待てよ待てよ。細胞周期の中で、その時期の時間が長いってことは、多く観察される可能性が高いってことだ。つまり、細胞周期全体の時間分のその時期の時間は、観察された全細胞数分の、その時期の細胞の数だ、そうかと思って解ける人っているの、まあいるだろうけどね、どっかでは。俺は無理よ、俺は無理だけどこれ3回4回5回やって、で6回目数字が変わってテストに出ても解けるよね。だからこれ考察問題では実はないんです、めちゃめちゃ有名な問題ね。もう受験勉強を始めた人だったらはいはいあれねっていう問題なんです。もちろん入試当日に出てもはいはいあれね、ちゃんとね、もちろん気をつけてリード文読んで解けるわけなんです。だからこれ考察問題じゃないんですよ。だから教科書資料集めちゃめちゃ読んだけど解けないよね、それ当たり前だけど、5回やってごらん、6回やってごらん、7回目テストに出たら解けるよね、そういう問題なんです。でみんなの目指す目標は大体この辺、ちょっとねラインを太めに書いたけど大体この辺で大学合格しますね。実はもちろんね、この先には真の考察問題がありますね。受験生が全然見たことないような考察問題がありますね。それはあえて選んでくるわけです。東京大学、京都大学、早稲田、慶応ね、大阪、名古屋ね、わざと高校生の知らないテーマ、タンパク質、遺伝子ね、高校生の知らない生物、行動ね、選んでくるわけですけども、だけどもちろんね、解き方はあるんだよ。リード文をしっかり読むね、一つ一つちゃんとメモするね、自分の知ってる知識と類推するね、あ、線虫の発生、あ、だけどウニの発生やカエルの発生と似てるとこないかな、ね、類推する、対象実験しっかり、ね、注意する、ね、いろいろ武器はあるんだけど、だけどね、ここまでめっちゃしっかりやって、ここだけまで完全にマスターして、それで読んでみて、
うわ、わけわからんって思ったら、それ会場にいる全員わけわかってないから。だからそんな問題解けなくてもね、受かるの。もちろん先生によっては、けしからんね。この真の考察問題でね、勝負が決まるんだね、わかるよ。わかるんですけど、だけど、このいう問題ってね、レベル1から100まで混在してるんですよ。誰でも解ける考察問題から、予備校間、学校の先生間の間ですら答えが分かれるような問題、東大にもあるんで、そういう問題が。まで混在してるんですよ。高校生にそれを見分けろっていうのは酷ですよ。だから、ちょっとね、なんていうかな、プレッシャーをね、下げた方がいいの。もしかしたらそれって解けない問題かもしれないの。あるんだよ。俺が見たって、これ答え1個に決まるかって、ちょっと条件足んなくねって問題あるんですよ。だから、ちょっとプレッシャーをね、下げてというか、感じるプレッシャー、あんまりプレッシャーに感じることもないようにね、肩の力抜いてね、目標はあくまでね、この辺です。ね、この辺。もちろん目指す人はいいんだよ。目指す人はやりな。ね、ガンガンやりな。それに、ちゃんと見なきゃいけないよ。触れるなって言ってんじゃないか。2週ぐらい解かなきゃいけないんだけど、だけど、この辺まで完璧にできれば合格はできるよっていう。でも一応見なきゃダメよ。その面白いテーマいっぱいあるからね。この面白いが、点々点っていうのはそういうこと。ね、とっても面白いんだけど、これを完璧に解けるようにするほど、ね、時間はないよっていう、受験の中でね、受験期の中でね。もちろん見なきゃいけないんだよ。あ、教科書の先の話があるんだってね、面白いなって見なきゃいけないし、2週は繰り返さなきゃいけないんだけど、だけど、試験当日これを落とすなっていうのはちょっと酷です。それは無理。これを一問も落とさないように生物学を訓練するだったら、他の教科にね、回して点数を他の教科で取った方がいい。で、ちょっと話は変わるけど、ね、勉強法、ね、まとめノートを作った方がいいですか、ね、それとも教科書に書き込んだ方がいいですか、ね、それともね、関係ないですね、関係ないです。自分で選ぶことが大事、ね、自分で自分にどんな勉強法が合うのかなって選ぶのが大事。なんでかっていうと、大学合格はゴールではないからです。大学合格はあなたの人生のスタートですらないかもね、スタートですらないかも。あなたはこれから自分の力で誰かと議論し、本を読み、論文を読み、一つ一つ自分の味で学問を極めていくことになります。そうなった時に、あなたに合った勉強が誰かに、あなたに合った勉強はあなたにしかわからない。たとえこの場で僕がまとめノートはやめた方がいいって言ったからってやめちゃいけませんね。まとめノートやった方がいいって俺が言うからってやってはいけません。いいですか。あなたが決めるんだ。あなたが試行錯誤して決めるんだ。あなたの人生はあなたで決めなきゃいけないし、あなたはこれから繰り返すけど学問を自分の足でね、登っていくんだから、自分で選ぶ、いいかな。自分で試行錯誤して自分で選ぶ。ハッピーって書いてあるけどね、これはここから先はちょっと半分冗談だけど、うちの実家で昔犬を飼ってた。ハッピーっていう名前だった。俺が玄関から出るとハッピーが寄ってくる。なんでかっていうと、俺から餌もらえると思ってるから寄ってくる。それってハッピーが何俺が餌やるの忘れてたら泣く。わーんって、あ、何だっけ、餌くれよって泣くんだ。時間が分かってるんだね、自分が餌をもらえる。それってさ、ハッピーがさ、まとめのと作ったんかい。ハッピーが参考書に書き込んだんかい。ハッピーが効率的な参考書を買ったんかい。ねえ、会社の予備高校生に教わったんかい、それを。違うよ。ただ、僕が出てって餌をもらう。ね、僕が出てって餌をもらう。それを繰り返し経験しただけだ。繰り返しなんですよ、受験勉強の真髄は。何のツールを使うかじゃない。誰に教わるかじゃない。ね、あなたが何回繰り返せるかなんですよ。これ、普段使う問題集は繰り返しできそうなものを選ぶ。レイアウトでもいいよ、ね、自分に合ってるなって自分が思うもの、それを選ぶ、ね、繰り返し、それ10週20週できますかって。確かに不安に思うことあるよ。私の持ってる問題集、あの子の持ってる問題集の問題載ってないって不安に思うけど、じゃああの子のも買おうじゃなくて、繰り返し自分ができるものをね、それをひたすら繰り返す。で、繰り返してそればっかり見てたのよ。資料集とか教科書をね、関連しそうなところをめちゃめちゃ読み込む。それで、あなたが知らないことが試験当日に出たとしても、それは全員知らないから大丈夫。そんな問題は探さない。で、あとはね、問題集ね、問題で選ばずに解説で選ぶ。自分に合った解説ね、独学で勉強始めようという人は問題集持ってないよね。いろんな問題集ちゃんと選んでほしいんだけど、でもね、基本的にほとんど似たり寄ったり、載ってる問題は似たり寄ったりです。だけど解説は違う。解説のレイアウトが違う。解説のアプローチが違う。解説の重要視するポイントも若干違うし、強調の仕方も違う。ね、口調も違う。解説は違うから、解説でちゃんと選ばなきゃね。自分が読んで分かる解説じゃなきゃダメです。ね、どっちもあるから。くどいよ。こんなこと説明しなくても分かってるよっていう解説ね。それか、
なんかこれよくわかんないなっていう解説ね、いっぱいあるからね、解説で問題集はやらなきゃいけないです。でもね、問題学校でもう使ってる問題集ある人はね、俺はね、その一回なんか、ね、定期テストごとにその問題集解くじゃん。でそのもその自分が一回解いたことある問題集以上にいい問題集って俺あんまないと思うんだよね。やっぱり一回学校で使った問題集をやっぱり使った方が俺は有利だと思うんだけど、まあでもね、いろんな問題集があるからね、まあそれを選ぶことはね、全然悪いことではありません。で、だけど普段使う問題集とは別に過去問はちょっと別です。過去問は絶対やらなきゃダメだと思いますね。なるべく早く見た方がいいですね。もちろん時間計る、ね、練習のために最新の1年2年残してもいいけど、でもね、なるべく早く見た方がいいです。なんでかというと、生物の問題って幅が広すぎ、何は、何に、何を、何したっていう穴埋めの連発問題から2行で述べよう、25字で述べよう、100字で述べよう、ね、いろんな問題いっぱいあるんですよ。で、どんな問題が出るかな、自分にはどんな力がこれから、つけていかなきゃいけないのかなって知ることはとっても大事だから、過去問はね、絶対研究した方がいい。志望校決まったらもう即ね、過去問見た方がいいです、絶対ね。それこそこれね、真の考察問題ばっかり出る大学とかね、あるし、しかも特化1個も出ない問題もあるからね。穴埋めと基本的な、ね、問題だけの、入試問題を出す大学もいっぱいあるからね。確かに俺の高校生の時とか過去問なんかやる必要ないって先生もいたんだけど、でもね、絶対見た方が俺はいいと思いますよね、過去問ね。以上、生物のね、勉強法をね、あくまで、ね、個人的なね、一教員の個人的な、ね、意見だけども、ちょっと、解説って言えるほどじゃないよね。解説って言えるほどじゃないね。ちょっとね、支離滅裂だけど話してみました。ね。まあ、繰り返しが大事。ね、繰り返しが大事。で、まあ一応ここね、無視しろって言ってんじゃないんだよ。無視しろって言ってんじゃないの。手元ではね、いい？自分の近い手元では、着実に一個一個自分のできることをやるの。だけど目線はちゃんと先を見とくの。このいう問題をちゃんと見とく必要がちゃんとあるの。それは何でかっていうと、学問には先、そのさらに先、先の先が実は学問にはあるの。それを見なきゃいけない。目の前でね、手はちゃんとドリルを解く。で、目は先ね、山を越え、ね、その先へ目線をやらなきゃいけないんですよね。大学合格なんかね、あなたの人生のうちのね、スタートですらないんですよね。その先があるからね、ぜひね、誠実に頑張ってください。あなたが誠実にね、もちろん心身の健康に気をつけて誠実に頑張っていればね、大学合格すごくね、関係ないんですよね。人生成功しますからね。ぜひね、ちゃんとね、これね、そして定期的にちゃんと教科書資料書にね、戻るっていうね、しっかり頑張ってください。まあ、ぐらいかな。個人的にこれはもう完全個人的な話だけど、まあ、俺高校時代に生物だけはめちゃめちゃ得意で、ずっと学年一番で。で、まあね、一番俺個人的に役に立ったのは、どの参考書とかどの教科書ってよりは、ね、ちっちゃい辞書があったんですよ。それ個人的にちょっと役立って、なんかあんまりね、みんなにね、なんで絶対おすすめだよとは言えないんだけど、なんかね、なんか生物用語の定義がふわふわしてるの俺嫌いで、なんか辞書があって、あ、これってこういう定義なんだみたいな。原数分裂の定義ってこうなんだみたいな。なんかね、こう辞書が一冊あったらね、ちょっと俺勉強しやすくなったかな、個人的に。まあそんなの別に持ってなくてね、有名大受かってる人いっぱい、もちろんいっぱい知ってるけどね。とか、あとはこれは別に生物関係ないけど、あとは俺マジ失敗だったと思ってるのは、模試とか定期テストとか俺全部捨ててたの。なんでだろう、なんかね、まあそんな人いないか、ね、その人なんか俺全部捨ててて、まあそれはマジ後悔した。受験期にうわー、もしもう一回解きてとか、定期テストの問題もう一回見てと思いながらもう全部捨てちゃってたの俺、なぜか。だからもうそれは本当後悔したから、もう絶対模試とか定期テストとか捨てずに取っといた方がいいですよ。まあそんなこと言われなくてもね、別にやってるよとかかな。ね、ぜひね、まあ頑張ってくださいよね。そんなね、神経質にね、思い詰めずにね、頑張ってください。考察問題の解き方のコツみたいなね、その動画も上げてますね。頑張ってください。じゃあ、心身の健康に気をつけてね、問題ガンガン解いて頑張ってください。